カフェのコーナーです今週はクリーンアイフィルタープレミアムについて詳しくお話を伺いますご紹介いただくのは伊勢崎日の出店の新井雄一さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします早速ですが新井さん先週は車内の除菌と消臭をしてくれるクレベリンについてご紹介いただきました今回はクレベリンとセットで交換するとお得と教えていただいたクリーンアイフィルタープレミアムについて詳しく教えてください はい、えー、ではまずクリアフィルターからご紹介いたしますねクリアフィルターは車の内外のほこりや花粉など汚れた空気をフィルターに通してろ過してくれる役割をします粒子の細かい PM2.5 などの対策にもなるものでしたよね、まあ、これ非常に優れておりますけれども確かこのクリアフィルターも脱臭効果があるんでしたよねはい 渋滞時などに気になる排ガス臭をフィルターの活性炭素が吸い取ってくれます、うん、フィルターは交換時期が分かりやすいグリーンのフィルターになっているんですよそれは非常に分かりやすいですよねちなみにフィルターの交換サイクルはどれくらいなんでしょうかはい、えー、エアコンの効き目を維持し車内をクリーンな環境に保つには1年に1回 または1万キロを目安に交換することをお勧めします、うん。まあ定期的なフィルター交換をすることで花粉やほこり、ハイガス臭などから愛車をガードして、まあ綺麗な空気を保ちたいところですよね。そして新井さん、まあクリーニアフィルターだけでもこちらちょっとね十分な気もするんですが、プレミアムはどういった部分がプレミアムなんでしょうか。はい、えー、クリーニアフィルタープレミアムは従来のフィルターに加え 三つのプレミアムが追加されています、うん、まず一つ目はアレル物質抑制ですアレル物質とはスギ花粉やダニの死骸などのアレルギーを引き起こす物質のことです、うん、つまりアレルギーを引き起こす物質を抑える役目をしてくれるわけですねその通りですでは次二つ目は脱臭です、はい、従来機能の排ガスの代表的な臭いアセトアルデヒドの脱臭に加えてペット臭の代表的な臭い アンモニアも新開発の活性炭が吸い取ってくれます、うん、これならペットを乗せてドライブする方も安心して愛車に乗せることができますねそうですね匂いを気にせずお出かけできますねでは最後の3つ目はビタミン C の放出です、うん、フィルターに塗布されたビタミン C セラミックスのビタミン C が空気中の水分に溶け込みフィルターから放出されます、うん ビタミン C の放出は特に女性の方には嬉しい機能ですよねフィルターから放出されるビタミン C が肌に潤いを与えてくれますよ、うん、なるほど、まあ、クリーンエアフィルターのいいところはそのままにさらに車内空間を快適にしてくれるクリーンエアフィルタープレミアムは本当におすすめしたい商品ですねそうなんです前回ご紹介した通りクレペリン施工事にセットで交換していただくと コーチンがお安くなりお得ですので皆さんぜひ試してみてください、はいまあ、ウイルスや花粉など気になるこの時期はクレーベリンとクリーンアフィルタープレミアムで快適なドライブを楽しみたいですね、はいえー、クリーンアフィルタープレミアムは車種によって適合しないものもございますので詳しくはフジスバルのスタッフまでお気軽にお問い合わせください。 カフェのコーナー、今週はクリーンエアフィルタープレミアムについて、伊勢崎日の出店の新井さんにお話を伺いました。新井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。